どうもこんにちは。民泊清掃マスタークリーニングの R 社長と申します。簡単に私の自己紹介をしますと、私は民泊清掃会社を経営しております。新法前に都内で16部屋の民泊運営をしておりました。その時は一人で民泊ホストをやっていて、月の最高売上は600万円で、月の最高純利益は300万円でした。平均的に450から500万円の売上を上げていて、純利益は150から200万円くらいが上がっていました。新法とともに全ての物件を解約して、現在は箱根で甘宿の戸建てを2つ、長野の安曇野で民泊の戸建てを1つ運営しております。民泊や民泊清掃に関する情報を配信しておりますので、気になる方はぜひチャンネル登録をしていただければというふうに思います。それでは本題に入っていきたいと思います。本日お話しする内容は、集合ゴミ置き場というテーマでお話をしてみたいと思います。民泊清掃で頭を抱える問題の一つとしてあるのがゴミの問題です。新法の前は特にルールを守らないゲストが多かったので、近隣の方から注意をされたことがあるというオーナーさんもたくさんいたと思います。民泊のゴミのトラブルが問題となり、物件を退去したオーナーさんも多いはずです。今は申請や許可を取らないと民泊運営ができないので、正式な事業として部屋を貸し出ししているオーナーさんが多いので、部屋のクオリティが圧倒的に上がったというふうに思います。以前よりもスーパーホストの称号を取得しているオーナーさんの数が増えているように見受けられますね。それに伴いゲストの質も少しずつ上がってきているので、以前よりはゴミのトラブルは減りましたが、それでもやはりなくなることはないです。各オーナーさんがそれぞれゴミの分別は訴えてくれているので、ほとんどのゲストさんがゴミのルールを守りながら宿泊をしてくれるようにはなったのですが、それでもゴミの分別自体が習慣としてない国もありますので、ルールを守らないゲストさんはまだまだいます。マスタークリーニングでは事業ゴミとしてゴミの回収もしておりますので、分別は必須事項になるんです。もしもゲストが出した燃えるゴミの中にペットボトルや缶が入っていたら、手を突っ込んで仕分けをしないといけないわけです。夏の暑い日に生ゴミの中に缶やペットボトルを分別しないで入れるゲストさんもたまにいますが、本当に勘弁してもらいたいものです。その臭い生ゴミの中に手を突っ込んで分けるわけです。これが本当にしんどい。納豆のパックが一緒に入っていて、ネバネバと糸を引くと、もはやいじめられてる気分になりますよね。一棟物の物件の場合は外にダストボックスを設置している場合があります。ダストボックスが外にあるとゲストにとってはありがたいというふうに思うでしょうね。部屋の中にゴミを溜めておく必要がないので、ゲストは自分のタイミングで外にゴミを置くことができます。民泊の場合はゴミのトラブルになることが多いので、ゲストさんに外にゴミを運ばないように指示しているオーナーさんがほとんどです。厳密に言うと民泊ゴミは事業ゴミなので、一般家庭ゴミとして外に出してはいけません。しれっと一般家庭ゴミとして出してしまっているオーナーさんがいるという話は聞いたことがありますが、このあたりはまた別の動画で触れていきたいと思います。話が逸れてしまいましたが、ダストボックスに自分のタイミングでゴミを入れることができると、ゲストさんは非常にありがたく思いますが、民泊清掃会社はそうは思いません。理由は集合ダストボックスの中が悲惨な状態になるからです。ゲストさんは自分の部屋にゴミを残したまんまチェックアウトする場合は、自分が出したゴミだとわかるので、しっかりと仕分けをします。しかし集合ゴミ置き場にゴミを出す場合は、誰が出したものかわからなくなります。そうなるとゲストさんは分別の作業をサボるわけです。ゴミをビニール袋にも入れず、そのまんまダストボックスにぶち込むようになるわけです。夏場によくあるのは、食べかけのアイスクリームがそのまんま投げ込まれていることがあり、ゴキブリが発生していることがあります。こうなるともはやこれはゲストが出したゴミなのかもわからなくなります。近隣に住んでいてルールを守れない方がそのままゴミ箱に投げ入れることもあるわけです。民泊清掃の契約の中には、外にあるダストボックスの掃除とゴミの回収まで含まれている場合もあります。この場合で荒れた使われ方をしてしまうと、完全に心が折れてしまうことがあるんです。一棟物は驚くべきペースでゴミが溜まっていきます。週に一度のペースで定期清掃をいただけると、ある程度綺麗に保つことはできるんですけれども、月に一度になると相当えぐいことになります。ゴミが山盛りになっていて、ダストボックスから溢れているという状態になるんですね。ゴミの問題に関しては、防犯カメラを設置しても気にせずに投げ入れてしまう外国人ゲストさんがいるので、かなり困ります。一生懸命オーナーさんや運営会社の方が訴えかけてくれても、全く響かないケースもあるんです。とはいえ、長期滞在のゲストさんにゴミと一緒に生活しろというわけにもいかないので、衛生面を考えるとダストボックスにゴミを置くというのは仕方がないことだと思います。ゴミの問題は民泊に限らずも、他人の敷地に捨ててしまう人もいますからね。集合ゴミ置き場に袋に入れずにゴミを捨てるということがなくなるだけでも、我々民泊清掃会社はかなりゴミの管理が楽になるんですよ。ゴミはゴミを呼ぶという言葉があります。放置自転車のカゴの中に空き缶を一つ入れておくと、どん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 いろんな人がゴミを入れるようになって、最終的にはそのカゴがゴミで溢れるという実験を見たことがあります。
まさにその通りなんです。ダストボックスの中をきれいに保つだけで、ルールを守らない人たちが減ると思っております。この動画を見てくれた民泊のオーナーさん、ぜひとも部屋のポップやハウスルールブックに今一度ゴミの分別についてさらに訴えかけてみてください。ゲストさんがゴミのルールを徹底するだけで、自分の部屋や近隣のイメージがすごく良くなります。結果的に清潔さの部分で自分の部屋の評価が上がり、またリピートの客が取れるようになると思います。ぜひとも民泊の運営は全てが一本の線でつながっているというふうに思ってやってみてください。私たち清掃会社でないとできないところもありますので、清掃会社にできることは全面的にバックアップをしていきたいというふうに思います。みんなで力を合わせて民泊という業界をもっともっと良いイメージにしていきたいというふうに思っております。はい、本日は集合ゴミ置き場についてというテーマでお話をさせていただきました。私のチャンネルではこのように民泊清掃や民泊に特化したお話をしていきたいと思います。何か気になる内容がありましたら、ぜひコメント欄の方に書き込んでみてください。 Twitter、Instagram、民泊清掃ブログもやっておりますので、気になる方はぜひ概要欄の方から覗いてみてください。お見積もりやお仕事のご依頼も概要欄のホームページからお問い合わせの方をお願いいたします。この動画を見て少しでも参考になったな、共感できる部分があったなと思ったら、グッドマークの方をお願いします。まだまだ甘いなというふうに思ったら、バットマークの方をお願いします。どちらでもいいので皆さんの反応をください。それが私の次回の動画の投稿のモチベーションにつながってきます。よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。